はい、どうも、のぎさんぽでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか？というわけでね。いやー、皆さん、12月に入りましたね。まあ、寒くなってきましたけれども、頭の方は、いや、体の方は大丈夫でしょうか？本日のテーマは、フォアハンドを生きた球にするという方法についてね、ご紹介していこうと思うんですけれども、まあ、本編の内容をちょっとつまんでしまうんですが、まあ、皆さん、コーチによく、しっかり腰回して打ちましょうとか、言われることあると思うんですけど、まあ、コーチの言う通り、腰回して打ったら、いや、それ体開きすぎとか言われたりね。次はね、逆に開きすぎが気になって、あんまり腰回さんかったら、手打ちとか言われてね、いや、なんでってなったことないですか？これめちゃくちゃ大いにあり得ることで、まあ、大体の人が腰回すイコール体開くに直結してしまうんですよね。でも腰の回転と体の開きっていうのは全く別物で、いいフォアハンドを打つためには上半身と下半身の分離が求められるわけですね。今日はそのいいフォアハンドを打つため、理想的なフォームに近づけるポイントを紹介してですね、皆さんのフォアハンドを魔改造しようというのが、目的でございます。誰でも簡単に試せることなんで、ぜひね、最後までお付き合いいただければと思います。それでは本編どうぞ。はい、それではね、早速やっていきたいと思うんですけど、今日のテーマは、上半身と下半身の動きを分離させて、しっかりとね、威力のあるフォアハンドを打っていこうというテーマでやっていくんですけれども、皆さんどうですか？結構ね、コーチに注意されることないですか？体開きすぎとか、よくね、威力を出すためにはしっかり腰使って回して打ちましょうみたいなことを言うんですけど、それやったらコーチに体開きすぎでしょって、言われたりね。で、体開かんように打とうと思って振ったら、いや、腰回ってないって、どっちやねんって結構ね、思う方多いと思うんですけど、これね、ワンポイントだけ直せば上半身と下半身分離できるんですよね。はい、まあ簡単に言うと、上半身と下半身の動きを別々にするっていうだけなんですよね。はい、なのでちょっとね、まずは悪い例、上半身と下半身が一体化してる例をね、ちょっとやっていきたいと思います。こうですね、こういう感じで、こういう人多いですね。まあ、まだ打ててるので、これでもそんなに違和感ないかもしれないですけど、結構腰を使うと体が開いてしまう。どうしても腰を使って振ってしまうと体が開く。で、振りすぎると多分収まらない。スピンもかからない。これ良くない傾向です。どうでしょうか？はい、ここからはね、天の声でちょっと解説入れていきたいと思うんですけれども、横からのアングルなんですが、まあとにかくこのフォームしてる人多いですよね。これがなぜ悪いかというと、まあ体が開くっていうのはもちろん分かっていただけると思うんですけれども、こういう風に体の周りと一緒にラケットが回ってくると面が被らないんですよね。面が被らないということはスピンがかからない。要するにですね、すくい上げてしまう、ボールを下からすくって打ってしまうので、スピンがかからないということは、振れば振るほどアウトに近づいてしまうと。コートにボールを収めようとすればするほど、フォームが小さくなって威力も落ちてくると、いうわけなんですよね。今後ろからのアングル見ていただいてますけれども、とにかくね、ボールの収まりが悪いんですよ。あとはね、やっぱり高い打点でボールを処理できないっていうことが致命的ですよね。まあこういうフォームになりがちな人ってやっぱりね、非力な人ですよね。力がないから体の力使ってボールを飛ばそうという意思の表れなんじゃないでしょうか。あと共通して言えるのは、こういうフォームしてる人はスピンのかけ方わからんとかね、いう人が結構多かったりします。まあ確かにね、すくい上げてるのでスピンはかからないでしょう。はい、どうでしょうか？結構ね、こういうフォームしてる人多いと思うんですよ。特に女性に多いかな。今みたいに腰と上半身が一緒に回ってしまうっていうことが、多いのは女性に多いと思います。で、これの解決策、上半身と下半身を分離させる方法、ワンポイントだけ今日はお伝えするんですが、それはね、肘の位置です。
テイクバックの肘の位置、この位置を高く上げることによって上半身と下半身がバラバラになります。逆に言うたら肘をこの脇というか横腹につけるから一緒に回ってしまう。脇を締めるって結構言われたことあると思うんですけど、それによって腰使うと上半身も一緒にね回ってしまうことになるんですよ。なので僕はしっかりとこの肘を高い位置に上げてこうやって振っていけば上半身下半身は分離できます。はい。でこう構えて先腰から動かして後からラケット出てくる。ほんなら体が開いてるとはコーチに言われないと思いますんで、それをちょっとやっていきましょう。じゃあね、ちょっと肘のポイントだけしっかり注意して見ていってください。こういう感じですね。プロとか見ててもしっかり肘が高い位置にあると思うんで、そういうところはプロの真似してほしいですね。ボールの威力とかは全然真似しなくていいと思うんですけど、しっかりプロの上手いところ、この肘の位置とかはきっちり意識した方がいいです。これによってしっかりラケットを振っても収まってきます。スピンもかけやすくなりますね。体がしっかり安定してるんでスピンをかけてもしっかりボールに回転が伝わってくれる。こうやってストロークの威力は上げていくんですね。ラスト、はい。それでは最後は E フォームをいろんな角度からじっくり見ていただきたいと思います。まず一つ言えることはフォームがかなりかっこよくなってると思います。肘の位置をね少し上げるだけでここまでフォームって変わるんですよ。あとはね、打った時のボールの音、パコーンっていうね、この音、いい音してますよね。やっぱりこれは下半身と上半身がしっかりと違う動きをしててパワーを生み出してる証拠なんですよ。下半身が先に回って後から上半身がついてくる。まあ、パッと見ねあんまりわからない要素かもしれないですけれども、いいストロークを打つ人の共通点としては、下半身が先に開いてきて上半身が後でついてくる、いわゆるねじれの力なんですかね。そういう力を使うことができてるというわけですね。このねじれを使うことによって小さい力で、まあ、大きな出力が出せるというわけです。さあちょっと球筋も見ていただきたいと思います。結構リラックスしたフォームですけど打ってるボールはいいボールいってますよね。肘の位置が非常に高い。これが落ちてくるとやっぱ体が開きやすいフォームに変わってくるんでしょうね。はい。いかがでしょうか。結構ね簡単なところだと思うんで、しっかり意識してやってみてください。肘をねしっかり上げると本当に上半身と下半身がバラバラになります。最初はね慣れないで、なんか体がグラグラになった感じがするかもしれないですけど、まあ、そこはね、慣れだと思いますんで、きっちり肘の位置を高く持って振っていく。ほんだらラケットも結構立ってきますんでね、でかっこいいフォームにもなるし安定感も出てくるしボールに威力が出るというわけなので、きっちりここは抑えていってもらいたいポイントの一つかなと思いますんで、明日のレッスンからちょっと練習してみてください。というわけでね、今日はこんなところで終わります。おつさんぽ、バイバイ。